山田です。やらかした朝からやらかした朝からやらかした、早朝からレシラム、まあ実装ということでね、朝起きました。レイドをやっていました。いつも通りの撮影をやっていました。マイクが死んでた。ということでですね、いつも通り全力でですね、レイドバトルをやっていたんですけども、2000ほどですね、ただただ僕の映像しかない、まあレシラムのねゲーム画面もありますけども、っていうやつがありましてね、今2000が終わった後に気づくっていうね、はい、キュッとしたダイジェストでお届けします。もしかしたら早送りかもしれませんね。はい、それでは1戦目と2戦目のレシラム戦をどうぞご覧ください。はい、ということでね、一応レシラムゲットはできました。今3戦目ちょっとやっていこうと思います。1戦目と2戦目の間でね、ちょっと僕が喋ってた内容なんですけども、まずその1、流星群がバカいてえのよ。うん、ドラゴンタイプ1、うん、ディアルガみたいにドラゴンだけれどもドラゴンが別に弱点じゃないよみたいなやつじゃないと、もう一撃、うん、一撃マジで全然関係ないですけど、これね、まだちょっとピチってるんだけど、減量したことによって、やっとちょっと入るようになってきた M サイズのポケモン T シャツね。うん。前買ったはいいけど、俺が体でかすぎて M サイズあかんやんけーと思ってね、眠ってたんですけども、もうちょっと痩せたら多分ちょうどいい感じになるんですよ。なので、今しめという意味も込めて、あと5キロぐらい痩せようかな。頑張ろうね、俺ね。はい。うん、レシラム待とうね。待ちます。3、2、1、スタート。さあ、レシラム3戦目でございます。僕の家の周辺はですね、黒卵がですね、あんまりこう連続でね、出てきてくれておりませんでしたので、もう1時間ぐらい待ちましたね。はい、それじゃあ行くぜ、レシラム。音声ありはこれが1戦目。うん。気をつけなきゃいけんね。さっき捕獲した、レシラム、あまり強い個体ではない。攻撃はマックスだったんだけどね、攻撃15、防御11、HP10 の10とかだったかな。はい、まだまだ強いレシラム取りたいからやっていこう。で、パルキアさんはね、多分これはね、飛んでくる前に撃たないとね、やばいやつですね。パルキアどう？どう？撃てる？撃てる？撃てる？あー、撃てたけどレシラムのリステイクも来るー。飛ぶー。飛んじまうよ。1ゲージの弱点技はやっぱ無理。いや、マジ。まあ、とりあえず倒しました。CP いくつかな ?2269 だからあんま高くないか。はい、レシラム、天気ブーストはかかってない状態なので、これだと2307がマックスらしいですね。天気ブーストかかってるの2884みたいです。なので、まあ、こいつに関しては、まあ、やっぱりそんなに強くないのかな。はい。でね、1回目のね、じゃあ僕のね、音声がね、収録できてなかった1回目と2回目の時にお話ししたんですけども、このレシラムがね、めちゃめちゃ遠いのよ。はい。こいつ最近の伝説の中でもだいぶ遠くにいるんですよね。でもリングが小さくないから、なんか意外と近くにいるのかなーってね、ちょっと勘違いしそうな感じなんですけども、思いっきり投げないとマジね、届きもしないんだよ、こいつ。はい。まあね、これ僕3戦目だからちょっと掴めてきたけど、おー、入ったー、ありがとうございます。はい、レシラム、ゲットぜ。はい。ゲットチャレンジに苦労する方結構多いと思う。よし。レシラム3。まあ、もう一息攻撃が欲しいかなーって感じだね。
どうも最近のねレイドバトル伝説レイドってそこまで遠いっていうのはなかったんですよ。ちょっと距離があるって言ってもほどほどみたいなやつだったりするので、ちょっと面食らっちゃってる方が多いと思います。ただね俺思い出したんだよ。最近来ていたテラキオンとかさ、あいつらなんかね復刻時とかに修正入ってたりするんだよね、距離が。なんだったら開催中に投球のための距離が、短くなる。近くに来るっていうことって今までもあったので、レシラムさんはね、これ SNS とかでちょっと距離遠いよみたいな声が多くなればなるほど修正の可能性高いんじゃないかなって今思ってます。なんとかね、僕は届くようになったけども、それでもちょっと気抜くと、手前になっちゃってね、エクセレント外れる、なんだったらボール当たらないっていうことが、さっき1戦目、2戦目の時ありました、僕はね。なので、どうかな、修正入ってもいい気がするな。あと超個人的にどうでもいい話するんだけど、僕レシラム、ブラックホワイトのね、ブラックですよ。ブラックの方のパッケージにね、いるレシラムがやっぱりこう記憶にね、僕は強いんですけども、羽こんな感じだったっけ？なんかさ、ちょっと、正面から見るとなんか羽ちょっとチャッチく見えるんだけど、これ。俺の中では結構立派な、羽だったんだけどな。やっぱ、あれだね。平面 2D と 3D だと印象変わるよね。ああ、でも、横向きになると、この向きだな。この向きだと多少はやっぱりいいな。いいだね。やっぱね、かっこいいよね、レシラム。僕が昔多分ブラックをやったからこそ余計思うんだろうけど、今までのドラゴンタイプとはさ、なんかちょっと一線を画す、この、なんていう、あでやかさ、このなびいている感じ。いいよね。いや、ブラックホワイトの伝説は2匹ともやっぱね、いや、ダメ、好みだわ。普通に好き。早くゼクロも早く来てください。じゃあ次のレシラム戦待ちましょう。よし、来たー、レシラム。本日、4戦目でございます。さっきもね、個体値、なんとも言えぬ感じだったんで、今回は少しでも高いやつだと嬉しいですね。はい。で、おすすめバトルパーティーがまたさっきと違うな。炎技かな？パルキアっていうね、水ドラゴンが先頭に来てるから、なんかそんな気がするな。しゃい、やっていくぜ。レシラム、お前の技には一体何なんだ？技1はとりあえず炎だな。あ、オバヒでございますね。やっぱ炎だね。こうなるとね、ちょっとディアルガさんがね、やっぱ飛んじゃいますね。で、次のパルキアはね、オーバーヒートだったらちょっと耐えるでしょ。見ていこう。パルキアさんの場合のオーバーヒートを受けた瞬間は、余裕。いや、パルキア耐えるな。やっぱ、おい、優秀だよ、こいつ。よし、オッケー。レシラム倒した。CP、高めだと嬉しいです。2258、低いね。下がったね。なお下がったね。いいでしょう。投球練習とね、してね、頑張っていこう。やっぱなんか、羽に不満があるんだよな、正面から見たレシラムの。なんかちょっと可愛らしい感じになっちゃってるんだけど、俺の知っているレシラムはもっと羽もかっこいいんだけどな。エクセレントの範囲をちょっと確認しよう。結構小さくないとダメだと思うんだよね。顔の、これ、レシラムの、この、ほっぺちょっと上ぐらいかな。に、こう、二つさ、トゲみたいな感じ、ジグザグってしてるじゃないですか。それの上の方のジグザグのジグにちょっと合わせてみました、今回は。これだったら多分ね、エクセント余裕。オッケー。あ、いいんじゃないですか。基準としてはその辺がいいのかな。1揺れ、2揺れ、おー、一撃、ありがとうございます。はい。ということで、レシラム、ゲットだぜ。ありがとうございます。俺は低いぞ。2258。15のステータスないんじゃない？普通に。12、14、11。もう、すごく無難なやつ。中の下ぐらいの個体値ですね。いいでしょ、いいでしょ。いやー、レシラムね、1ゲージ技がやっぱ多いから威力強いだろうなっていう風に事前にね、やっぱ思ってたんですよ。攻略動画とかでもね、こいつ強そうだな、みたいな話してたんですけども、やっぱり案の定ですね。今回の対策ポケモンとしてドラゴンタイプいろいろいるんですけども、レックウザはなんだかんだ小回りが効くからありだと思います。ただ、もう、
もう、撃たれたらやられちゃうみたいな技も結構多いので、僕は今回、ディアールガとパルキアトス後半にレッグーザみたいな感じに入れてるんですけども、一種類じゃない方がいい気がする。あとはまあ、おすすめバトルパーティー見て明らかにその編成がね、あ、これ炎や、とか。この技飛んでくるぞ、岩だぞ、ドラゴンだぞっていうのがね、分かってくるようになったならば、そいつらをこう軽減できる、もしくは弱点じゃないけど、等倍みたいなね、奴らをペッペッペッと編成してあげるっていうのがいいと思います。まあ、なので場合によってはね、今回のその、レシラム用の、バトルパーティーっていうのを何個か組んどくっていうのも、まあ、ありだと思います。やっぱりレイドバトルにすごい長けている、方とかだとね、毎回毎回ね、結構やったりとかするんですけども、今回レシラムは火力が強いので、そういう高い火力の高いポケモンなので、普段やらない方もやってみてもいいかもしれません。はい、ということで本日からですね、レシラムのレイドができます。今回期間は割と長めなのでね、皆様ゆったりやっていきましょう。まあリモートレイドパスですよね、を使って、まあちょっとね遠いところに参加するもよし、あとはまあ例えばね、もうある程度その今日本全国ね、いわあれですね、緊急事態宣言自体は、解除されている、まあもちろんまだまだね、油断してはいけない地域っていうのいっぱいあります。まあ僕が住んでる東京とかもそうなんですけども、まあある程度ね、そんなにこう人の密度が多くないようなところとかですよね。で、まあまあ、めちゃめちゃ積極的に外でポケ活をやるのがいいかと言われる、まあ、まだ全然疑問は残るんですけれども、はい。まあ、普通に学校が再開とか、あとはその会社が再開出勤するようになったとか、そういう風にね、なっている方もいらっしゃると思います。そういった方がですね、まあ、密を避ける形でですね、まあ、レシラムのレイドとかをやる分にはまあいいのかななんて思います。はい。それじゃあ今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、私はまた Twitter、インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。それじゃ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。